レディースの L は S みたいな、もうなんなら SS ぐらいのサイズ感なんですよね。皆さんこんにちは、アイリです。今日ですね、福袋第3弾、そう第3弾といってもですね、こちらアディダス、またアディダス、これですね、あの前回の私のアディダスの福袋動画ご覧いただきましたでしょうか。ふくらはぎが、なんかすごいふくらはぎが、あのギュンギュン、ふくらはぎ、え、どういうことこれ。あれを見たですね、コクーンが私を不憫に思ったんでしょうね。あのこれコクーンがね、注文したメンズの M なんですよ。あまりにも私が頼んだアディダスの福袋がギュンギュンだったので、メンズの M だったらどうなのっていうね、合うんじゃないかと言ってくれて、アディダスの福袋メンズを開封したいと思います。いいのがあったら来てもいいよってね、言ってくれたんです、ありがたい。だってあれギュンギュンなんだもん。そう、もう腹巻きとギュンギュンしかなかったもん。そうだからね、ありがたく開封させていただきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。あの女性がね、メンズを着るとどうなるのかっていうのもね、今日お伝えできたらいいなと思います。多分私的には M はちょっと大きいんじゃないかなと思ってて、オープン、じゃん。お、今年のメンズ。あ、いいじゃん。いいね。ペンギンじゃないの。前回の、あのレディースのバッグはこれだったんですよ。コメントでね、ペンギンっていうお声もいただきまして、確かにいいと思って、ペンギンバッグだと思いました、私も。でも男性はちょっとね、こう渋いブルー、くすんだネイビーのような色に、下が黒だ。かっこいいじゃん。ねえ、かっこいい。ということで、この中に入っているものを見ていきたいと思います。わー、たくさん入ってる、こっちも。あ、なんかちょっとすごい拳聞いちゃったけど、色いいね、今回。はい、ではちょっと一つ一つ見ていきます。まず、一つ目。じゃん。カーキの T シャツ。デザイン的には、なんだろう、地球があるから、なんとかエキスポ2019みたいな感じなんですけど、あの色はシックでかっこいいですね。で、裏がアディダスって書いてある。おー、シンプル、すごく。あー、でもやっぱりちょっと M だと大きいかな。なるほどね、ちょっと大きめ。まあでもコクーンにちょうどいいよね。次はこちら、なんかボーダーっぽい。こちらの T シャツのデザインはこんな感じ。いいね。正直レディースよりも私こっちの方がいいかも。デザイン的に色がなんとなくシックな感じで、なんだろうな、これサッカーゴールかな。なんかね、もうサイズ見てると私これの S が欲しくなってきた。次は大物、すっごい大物、じゃん。あー、いい色がいい。え、めっちゃいいじゃんこれ。あ、あったかい、あの肝だ、裏肝で、横のグレーに黒の、なんていうんですか、バイカラー、ここアディダスの3本線が入ってて、腹巻き感もないし、そしてパンツ、なんか男性の M サイズは M サイズっぽい。なんていうの、レディースの L は S みたいな、もうなんなら SS ぐらいのサイズ感なんですよね。そう、でも男性はちゃんとなんか M してる、うん、M してる、なんか、あ、なんかちょっとここもいいよ、切り返しみたいのがあって、これ1個ダメなの発見した。ここが全然ストレッチがいってなくてギュンギュンなの。わかるかな、こんな感じ。袖口がギュンギュン、パツンパツンでもいいんだけど、ちょっとストレッチが効いた素材だったらありがたい。なるほど、ギュンギュン、でもサイズ感は良さそうだった、僕ね。では次、こちら、次もスポーツウェア、これはネイビーだな。ここになんか切り替えがある、同じカラーのバイカラーみたいな。で、本当にシンプルですね。ここにアディダスマークがあるぐらいで。あ、そう、なんかね、スポーツウェアだからなのかわかんないけど、このポケットが深いのもいいよね。携帯電話とか入れられるから。で、これが上、これ、あ、これはね、ちょっと好みが分かれそうな気がする。ビッグアディダス、ビッグアディダス、ビッグアディダス、すっごい思想するアディダスが、アディダスを背負って生きてますみたいな。走ってる時に、これはなかなかの大きさだなと思います。ここもリュックと同じような色のくすんだネイビーでおしゃれ。ここに肩のラインの縫い目じゃなくて、ここになんかシャレオツなところに切り返しがあるね。
ねちょっとゆったり着られそう。はい、ということでアディダスのメンズの M の福袋は以上です。メンズの方がやっぱり色がシックで使いやすいっていうのはあるね。デザインもシックだけど可愛いって考えるとやっぱり腹巻きの方が可愛いのかなとかね。はい、とりあえずでも一回私が160センチの私が一回着てみるとどんな感じかっていうのをお見せしたいと思います。それでね、あのサイズ感を参考にしていただけたら嬉しいです。はい、多分 S サイズが良さそう。そう、 M はやっぱりちょっと大きそうなんですけどね。はい、ということでちょっと着てみます。はい、着てみました。いいじゃない、レディースより全然いいじゃない。な、長めではあるんですけど、そう、これでも全然いいかも。私的にはね、やっぱりこの今はタイトに着るのがかっこいいみたいなんですけど、私的にはやっぱりちょっと大きめで着たい。そう、ちょっとねこのぐらい余裕があると嬉しいですね。そう、安心感ですね。で、あの下も全然履けなくない。もう落ちてくるっていうことは全然ないぐらい、結構ねしっかり、あの全然いいですこれ。あの逆に M でもいいぐらい、 S でもいけそうだけど M でもいいぐらい、こんな感じ。これかわいい、なんかここがかわいい。なんかメンズの方がかわいいこのパンツ。はい、白い T シャツ着てみました。長さはちょっと長いけど楽、なんか楽って言っていいのかな、あの安心感がある。なんかこのパンツいいな、すごい。気づいた。ここギュンギュンなんだけど。え、コクハマる、ここ。あ、こういう風にはめたってこと。あー、ここだとギュンギュン、ここのここがギュンギュン。女性はここも結構スッといくんだけど、あ、伸びない、これ全然伸びない。なるほど。ウエスト近くまで入れない。ここまでにしないと上がらないね。入らない。本当に入らない。私でもここギュンギュンだったもん。まあウエストでやれば全然いいんですけど、ちょっとここにたるみが出ちゃうから。え、でもすごい可愛くない見た目。うん、デザインはいい。ねえ、デザインすごい可愛い。この腕のところとか、このフードとか、すっごい可愛い。わあ、S 買えばよかった、メンズの。ちょっとこれ、私メンズの S が欲しいかも、これ。これが欲しい。かわいい、これ。ふくらはぎもすごい楽ちんだし、いいですね。はい、着てみました。部活の先生みたい。ね、バレー部の顧問とか思い出す。バレー部の顧問ね。確かに。私、バレー部の顧問。バスケットじゃないよね、バレー部。レディースの時もね、なんかあの先生感が出てたんですけど、これも割となんか先生って感じがする。まあまあ、でもあの着心地的にはもう全然着やすい。こっちはあの伸びる素材だから、あのギュンギュン感も感じないし、あの履きやすいですね。いいな、ギュンギュンじゃなくて。あげるわ。はい、ということで今アディダスメンズの M を着てみたんですけど、今回レディースの L とメンズの M を着てみた結果、やっぱりメンズの S がちょうどいいかもしれない。レディースの L はギュンギュンで、メンズの M はちょっとゆるゆる、ちょうどいいのはメンズの S でしょうね。うん、なんかそんな気がします。そんな気がする。でもメンズの方が M サイズを着たらちょっとギュンギュンって思うかもしれない。この辺のサイズ感とか丈感は男性の方は大丈夫だと思うんですけど、やっぱりね、さっきのこの締めるとことか袖口はギュンギュンだったから、なんだろうな、やっぱりストレッチ素材を効かせてないっていうのがちょっと今回のポイントになるかもしれないですね。もし来年買うことがあったら、メンズの S を買うかもしれない、私。すごくね、今年勉強になりました。はい。今年最後の勉強になりました。はい、ということで2020年のアディダスの福袋を買おうかなと思っている方に少しでも参考になったら嬉しいです。今日最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。
私これいいね、こっちのこのジャージこれこれこれもレディース作ってほしかった。同じのでいいから、うん、同じの作ってほしかったなこれかわいい。コント、バレー部の顧問。